はい、皆さんこんにちは、遊び屋こいのぼりです。今回はね、結構ライブ配信していたりすると、質問されることがありまして、お気に入りのキャラを、引けていないんですが、今現在例えばソーガを引いたんですがリンとか迷っていますというね、方とかがいらっしゃったりします。率直に僕が言わせていただきますと、このゲームは自分がどのキャラが好きなのかっていうことが、とてもね、最重要になります。はい。で、今現在現行でね、走っている4キャラですね、クロ、リキ、リン、そしてソーガですね、その4名、どれが、自分が使いたいのかっていうことをね、はっきりと、考えて決めておかないと、後でね、このキャラが良かったっていう風になってしまうと、取り返しがまあつくんですけどね。リセマラは簡単です。リセマラはめちゃめちゃ簡単ですので、すぐできちゃうんですけど、ただね、進めてしまうと、まあ忍界っていうね、忍者のこの左上にあるこのとても重要な忍界だったりとかが、上げるのが大変だったりしますので、とにかくね、最初の時点で、どのキャラを選ぶのかっていうのは、僕はね、はっきり言いますと、僕はリンが、推しなので、リンにしておりますが、見た目だけで選んでも構いません。ね、もし黒がいいと思うんであれば黒をもう直感で、もう黒だけを特化していくとかね、そういう感じにしていった方がいいと思います。特にね、無課金のプレイヤー、微課金のプレイヤーになってきますと、十分にね、課金ができるプレイヤーに関しては、後々ね、ソーガ、リンどちらとも鍛えるとかね、4体全部を、鍛え上げてしまうとかできると思うんですけど、このゲーム、現実的に無課金でやっていくってなると、一つのキャラクターを鍛え上げるのに、結構な時間がかかります。とても時間がかかりますね。サンさんありがとうございます。ちょっとね、今ね、ちょっと申し訳ないですがね、動画の撮影中でございまして、そんな感じでございまして、なので、どれが使いたいかですね。ちなみに、キャラの特性をお伝えしますと、リンと、こちらのね、リンですね、リンとパンダ、この2人、パンダですね、リキですね、この2人は、空が飛べます。はい。2段ジャンプ後に、滑走というね、リンは最初からデフォルトで使えるんですが、こちらのね、リキに関しましては途中からね、突破して限界突破していくというかね、天部を上げていくことによって、滑走できるようになります。そしてこちらのね、ソーガと、黒、もともとのね、主人公でもある、主人公と言ったらいいのかな、黒ですね、こちらの2体に関しましては、ソーガは最初から3段ジャンプができます。で、こちらの黒に関しましては、途中からね、こちらもエリキと一緒で、天部を上げていくことを鍛えていくことで、3段ジャンプができるようになります。はい。無課金の方でしたらね、ほんまにね、こちらのどれか一つをほんまに、ね、選ばないと、後で本当に後悔します。僕は、今現在ね、このリンを鍛えることでもう精一杯という感じですね。なので、どんどんねキャラクターは出てきますが、後々出てきますが、とにかく、この4体で選ぶのであれば、しっかりと1体を決めて、やってみてください。そしてリセマラの際は、武器もね、しっかりと、できたら属性武器がいいです。僕はね、この今違う武器を装備しているんですけど、属性がね、ただ、できたら属性を合わせてください。ソーガだったら、風の武器、例えばですね、かまいたちですね。はい。かまいたちです。かまいたちという武器を装備してください。こちらですね。ちょっと装備見せますね。ソーガでしたら、この武器ですね。風紀、かまいたち。ね、これは風属性ですね。属性がちゃんと合わせていかないと、レベルを上げていったというかね、テンポを上げていった時に、とてもね、これの恩恵が受けられます、属性がね。で、リンの場合は、
氷のね、例えばこちらの板章転換とかね、板章転換だったりとか、あとはね、天章宮内っていうね、これの、SS レア武器なんですけど、天章宮内っていうのがあります。そちらの、氷属性のものを、装備してください。で、こちらのね、力に関しましては、こちらは雷ですのでね、はい、雷の装備、弓だったりね、竹雷球というんですかね、弓だったりとか、あとは、ま、雷属性の武器ですね。で、黒の場合は炎ですね。はい、そこはね、しっかりと、合わせていくようにしてください。リセマラの際に、ガチャガチャにこうね、属性を、別個にしてしまうと、育成でね、ちょっとね、攻撃力が火力が出せなくなったりとかしてしまいますので、できたらそこはね、狙えるようにしてください。もう最初はとても肝心なゲームになります。はい、まあ、結構課金できる方は、そこはね、気にせずやっていただいてと、やっていただいてもいいと思うんですが、そこはね、注意してやっていただけたらと思います。で、もしね、課金ができるという方でございましたら、商店のね、こちらの方を開いていただきまして、おすすめ商店の新竜の契約というね、こちらの方を、サブスクですね、30日間累計で3500もらえる、毎日100もらえる、こちらのね、曲がったものがもらえるんですが、こちらを契約してください。はい、で、今現在はお正月パックっていうのもありますからね、こちらのお正月パックの方も、すごくお得ですね。で、あとはもしできるのであれば、こちらの朝鮮霊の、朝鮮霊のね、試練報酬のこの黄金ですね、こちらの方も購入しておくと、さらにはかどります。はい、とてもね、お得です。で、もう一つね、追加で言っておきますと、シーズンのこのシーズンというかね、こちらの右下の競技のところなんですが、シーズン挑戦例のこちらの、黄金ですね、黄金パックですね、このこちらのパックはめちゃめちゃお得です。こちらもね、まあ、ちょっと4000円とちょっとね、高いんですが、門跡などね、限界突破というか、天部を鍛えたりとか、まあとにかく必要なものが入っております。はい、ちょっと滑舌悪いんですけど、すいません。とにかくいいものがいっぱいもらえますので、もしできるのであればね、お年玉だったりとか、まあ新年のね、課金というかで、もししてスタートするんであれば、こちらの方を特におすすめいたします。はい、ということでございましてね、今回は、このような、動画にさせていただきました。皆様ご視聴ありがとうございました。また何か共有できることがありましたら、動画にさせていただきたいと思います。遊びは鯉のぼりでした。またね。